新型コロナワクチン職域接種の予約で使えるレゼルバ予約システムの機能および特徴をご紹介します。この動画では職域接種で接種事業を行う企業、大学、医療機関等の担当者を管理者、ワクチン接種を受ける方を予約者と呼びます。レゼルバ予約システムの機能および特徴は7つあります。1つ目は予約者の2回目接種実績から適切な間隔をシステムが自動で調整し3回目の接種可能日程を表示する点。 二つ目はワクチンの接種実績を予約者自身が登録可能である点。三つ目は有効な予約が一回だけに自動的に制限され、一人の複数回予約を防ぐことができる点。四つ目は予約者が各会場の空き状況を確認できる点。五つ目は複数の会場がある場合に各会場ごとに日程を設定できる点。六つ目は予約者自身が予約することも、管理者が管理画面から予約することも可能である点。 7つ目は、接種実績がいつでも CSV でダウンロードできる点。以上の7つが挙げられます。それぞれの特徴について解説します。まず、1つ目の特徴について、予約者の2回目接種実績から、システムが自動的に適切な予約可能日程を表示します。 今回は予約者の2回目接種日を2021年9月1日3回目の接種間隔を6ヶ月に設定しているため2022年3月1日以降に3回目接種が予約可能になっています3回目の接種間隔は全年齢共通設定と65歳以上64歳以下の年齢に応じた設定の2通りが可能です2つ目にワクチンの接種実績を予約者自身で登録することができます 会員登録後に予約サイトを開くと、接種実績の入力画面が表示されます。また、事業者も管理画面から、予約者の接種実績を登録することができます。3つ目に、予約者の有効な予約が1回のみに制限され、1人の予約者が複数回の有効な予約を持っている状態を防ぐことができます。こちらの画面では、予約者が2022年3月1日の12時から3回目接種の予約をしている状態です。 この状態で予約サイトを開き、3回目接種の予約ページを見ると、予約できる日程がありません。と表示されています。このように、1人の予約者による複数回の予約を防止できます。4つ目に、予約者はワクチン接種の日程を選択したとき、各時間帯の空き状況を確認することができます。空き状況を見て、どの時間帯にするか選択し、予約を進めるから、スムーズに予約できます。5つ目に、 複数の接種会場がある場合、会場ごとに日程と接種時間帯を設定することができます。予約者の空いている日時、アクセスの良さなどに応じて接種会場を選択することができます。6つ目に、予約者自身で予約することも、管理者が予約を代行することも可能です。管理者が予約者の希望日時を社内アンケートなどを通して把握し、予約者の予約登録を代行することができます。もちろん、予約者が自身で予約することも可能です。 7つ目に、管理者は、登録されている顧客の接種実績を CSV でいつでもダウンロードすることができます。また、顧客情報を CSV ファイルで取り込むことで、登録することも可能です。その際には、メールアドレス、ユニーク番号、生年月日、ログインパスワード、1回目、2回目のワクチン接種日、ワクチン種別といった情報が必要です。メールアドレスは、ログイン ID を会員番号とする場合には不要です。 また、ユニーク番号はシステムで自動発行する場合には不要です。ワクチン種別はファイザー、モデルナ、アストラゼネカの3種類から選択します。機能に関するお問い合わせ、システム導入のご相談は概要欄からお問い合わせフォームにてご連絡ください。